聴ありがとうございます。この番組は2000年から現在にかけて全日本プロレスで行われた過去の名勝負をご紹介する番組です。今週ご紹介する試合はなんと2本立て。2002年8月に行われたビル・ゴールドバーグ対小島聡、そしてビル・ゴールドバーグ対太陽ケアの一戦です。全米プロレス界に名を轟かせたあの無敗記録を持つビル・ゴールドバーグ選手がなんと全日本プロレスに参戦したという貴重な一戦となります。ゴールドバーグ選手というとですね、大体まあ試合の内容としては、まあ、秒殺っていうのがまあお決まりというところですね、まあ、今回まあご多分に漏れずそうなるというところで、まあ、2試合連続でね立て続けにご紹介させていただきます。もともとは NFL アメリカンフットボールの選手でしたが、まあ、怪我によってこのプロレス界に転向するという中でですね WCW に入団することになります。そしてこの WCW の中で173連勝という無敗記録を樹立いたしました。この頃の WCW というとですね、まあ、当時の WWF 現在の WWE とマンデーナイトウォーズという形でね、お互いその月曜日に放送を繰り広げるプロレス団体としてね、この覇権を争っていたわけですね。その WCW のスーパースターだったビル・ゴールドバーグでしたが、団体自体がですね WWF に買収されたということに伴って自身も活動を一時休止しておりました。そんな最中にですね、約2年ぶりの復帰戦がこの全日本プロレスマットということでね、いろんなあの奇跡だったりとかタイミングの良さっていうのが重なってこの試合が実現したということになります。この後の煽りビューがね結構長いんですけども、ゴールドバーグ選手のインタビューだったりとかね、まあ、ふんだんに持っておりますので、ぜひそこを見ていただきたいんですけども、その中でもですね、やっぱりこう武藤圭司、グレート武藤に対するリスペクトっていうのがね非常にあの現れておりました。そのような中でね、まあ、今回はまあ小島聡、そして太陽ケアという相手ですけども、2002年の11月にはファンタジーファイトレッスル1にも参戦しておりました。ということでこの頃ね K-1 勢とのこの絡みっていうのもね結構あった時代になります。この後はですね、もうすぐに WWE に行ってしまうので、わずかな期間だけあったゴールドバーグ選手のフリーの期間に参戦した非常に貴重な一戦となります、はい、やっぱりねこれほどまでにこのドメジャーな選手が来るというとですね、全日本プロレスの選手たちでも色めき立つというかですね、相手の雰囲気に飲み込まれてるっていうようなね試合が展開されます。そしてお決まりのあの入場シーンも全て含まれておりますので、ぜひ最後まで楽しみにご覧いただければと思います。これまで最強と呼ばれたプロレスラーは限りなく現れ、そして消えていった。しかしアメリカマット界であのハルク・ホーガンさえも脅かし最強の称号を名乗り続けた男がいる。何度も来日が噂され流れてしまったプロレス界最後のプレミアムレスラー、その最強の男が全日本プロレス王道30ジャイアントバトル in 武道館に来襲する。日本に来るのであれば、そして全日本プロレスに上がる可能性があるのであれば、僕が一番最初にその対戦相手になりたいと会社の方には伝えました。アメリカのプロレスの世界で多分ホーガンからね、フレアとかいて、そこにアメリカプロレスの壁があったんですよ。抜けるレスは誰もいなかった。それをぶち破った、最近ここ何もう10年、そういう新しいニューフェイスで主だったやつっていないじゃん。それをバーンってぶち破ったのがゴールドバーグですよね。その男こそ最強のレスラービル・ゴールドバーグ剣山。さあ、それでは現在のゴールドバーグの控え室に萩野武史アナウンサーが行っておりますので呼んでみましょう。萩野さん。はい、こちらゴールドバーグ選手の控え室前です。ゴールドバーグ選手、非常ににこやかな表情で会場入りしました。ただ今非常にピリピリとした雰囲気です。試合前ということなんでしょうか、非常に緊張感あふれる控え室前です。以上です。はい、さあというですね、何かあの緊張感というものが菊池さん、はい、我々にも伝わってきますがね、はい、やっぱりね、初来日のレスラーっていうのは日本の雰囲気わかんないですから、大戦ってやっぱり緊張しますよ、どんな大物でも。そうですよね、大佐野さん、はい、まあ、あのゴールドバーグの表情まだですね見られないんですけれども、この今の影野さんのリポートからどうご覧になりますか。はい、そうですね、あのそれだけね日本という新しいマーケットをね、はい、彼が大切にしているということがわかりますよね。はい、そのゴールドバーグは5日前にこの日本に来日を果たしました。初めて日本のマット会に上がります。lot of reasons. Timing is one big reason, and Muda is the biggest reason. I'd love to. Yeah, I came to Japan for many reasons. Like I said, timing one. Muda is one of the reasons why I picked All Japan over New Japan. But I came to Japan because they have the best competition. Period. Whether it be Pride, mixed martial arts,
whether it be wrestling, professional wrestling, whatever it may be, they have the best here. I don't consider the WWE, I don't consider that anymore. That's purely entertainment. さあというですね、ゴールドバーグの今の声を聞いて果たして今日の対戦相手となります小島さとしなんですけれども、その心境をですね聞いてまいりました。インタビューご覧ください。どうぞ。ゴールドバーグ選手と対戦するにあたって、はい、今のお気持ちを聞かせてください。もういよいよ近づいてきたんで、まあハラハラドキドキとワクワクがちょっと入り混じったようですね。はい。ゴールドバーグ選手と戦うことは、まあ、自ら志願したそうなんですけれども、 それはなぜですか？こう全日本に来るかもしれないって聞いて、こうすぐはいじゃあやりたいですって立候補したわけじゃなくて、やっぱり自分の中でもその葛藤がですねやっぱあったのは事実なんですよね。っていうのはそのやっぱりこれだけの大物の人とやるっていうのは、リスクっていうものも当然あるので、自分がここまで築いてきたプロレスっていうものをこう一瞬のうちにこう崩されてしまうんじゃないかとか、やっぱそういう怖い部分っていうのもすごいあったんですけど、でも逆になんか、今の自分っていうのはまだそういうリスクっていうものを恐れちゃいけないのかなっていうのもねやっぱあったので、まあ、その中ですごい葛藤が一応あったんですけど、でもやっぱりこの試合を通じて何か必ず、自分の体の中で感じることができるんじゃないかなとそう思ったので立候補しました。今回の試合に対してですね、まあ、恐怖心っていうのはないですか？恐怖心ですか？あります。非常にあります。はい。やっぱりそれは自分の場合はゴールドバーグに限らずやっぱどの試合でも怖い。毎試合毎試合、それが例えば自分よりもキャリアの全然下の選手でもやっぱり怖い。怖いものは怖い。でも怖いからこう必死になってやることができるっていうかですね。そういう今回の試合に対しての秘策。秘策はね、最初はそのスピアをかわそうっていうアイデアをずっと考えてたんですよね。スピア来る瞬間にかわすとかなんとかっていうのを、でも、なんか最近になってその豪快にやっぱり受けなきゃいけないんじゃないかな。受けた上でそれをしのぎたいなっていう風に、まあ、変わってる部分もありますけどね。まあ、でもそれは試合になってみないと分かんないです。もしかしたらあこれ食らったら俺はもう行かれちゃうんだと思ったらやっぱかわす方を考えるかもしれないですし、これ受けても俺は大丈夫なんだっていうぐらいのそのテンションの高さとかがあれば受けるかもしれないですね。はい。ゴールドバーグ、日本第一戦の相手を自分が務めることになりました。必ず熱い試合、すごい試合見せたいと思いますので、ぜひ、ご覧になってください。よろしくお願いします。それではですね、はい、ゴールドバーグ選手のご紹介をしたいと思います。はい、お願いします。ゴールドバーグ選手、15時30分会場入りをいたしました。終始にこやかな表情でした。控室に訪ねてまいりましたスティーブ・ウィリアムス、そして、サム・グレコ選手と談笑しておりました。はいはい。その後外人選手の控え室に入りまして、進行を深めたんでしょうか、そしてまた全日本の情報を収集していたようです。で、この試合の意気込みを聞いたところ、潰すだけだ、そういうふうに力強く答えてくれました。以上です。はい、ありがとうございました。さて、今回ビル・ゴールドバーグを日本に招聘しましたプロデューサーが今回のこの大会のですねプロデューサーとしても活躍します武藤圭司なんですけれども、さあその武藤圭司によるとお話を伺ってまいりました。その表情をご覧いただきたいと思います。どうぞ。今回ゴールドバーグ選手をですね、はい、呼んだ理由を教えていただきたいんですか？いや、ゴールドバーグ知ってます？アメリカすごいなロックと匹敵できるぐらいの、まあ、当時ね WCW その時はもしかしたらゴールドバーグの上だよな。その後 WCW 潰れちゃって崩壊しちゃったから、本当にまだ見ぬ
競合っていうかさ、うん、俺もすげえ興味あるし、多分日本のファンの人だって絶対興味あるはずだよね、うん、そういう部分で全日本プロレスも一生懸命頑張ったんじゃないですか、うん、幻とまで言われた選手ですよ ね、 そうですね、はい、武藤さん自身ゴールドバーグ選手と対戦したいっていうことは考えなかったんですか。まあ差し当たって、いや、やりたい気持ちすごいすごいありますよ。ただ差し当たってなんか武藤敬司プロデュースとかなんかでね、もうケアとやるっていう、それもラインも先できちゃってた部分もあるし、その中でやっぱり全日本プロレスっていうもののなんとなく全てじゃないけど、全日本プロレスってこうだっていうのをぶつけるには小島が一番、何、先頭バッター一番いいんじゃねえかなっていうふうな感じしたんだよね。なるほど、うん、今後と考えると、うん、だから今後のことを発展させるために小島ケアしか いなかったよな、うん、対戦したいという気持ちは、いや、もちろんあるでしょう。かつ俺からしてみたら、やっぱり俺も小島ぐらいの世代の時、どちらかというと俺ハルク・ホーガン来たらハルク・ホーガンってやってたしね、フレア、スティングね、まあ今でこそオースチンとか ね猪木さんとか、だからもう世界の何、そういう人たちとやったことがすげえ俺、今の俺にすげえ蓄積になってるから、そういう意味で言ったら、なんか俺も小島にそういう、なんていうかな、トップとどうしてもやってほしかったっていう部分もありますよね。戦う魂が燃え尽きた時、それは結果が生まれた瞬間、勝利か敗戦か、己が満足した内容ならばそれでいい、誰にも言われる筋合いはない。今また新たな敵が俺の目の前にやってくる。かかってこいよ、おい、かかってこいよ。俺を誰だと思うんだ。大番継承、小島さとしだ。7月20日のファーストバトルでは、グレート豚対グレート小路戦が行われ、嬉しぎ逆中して敗れはしたものの、好ファイトを展開。クリーンファイトあり、ラフファイトあり、まさしくファーストバトルにふさわしい一戦となった。さあ、俺のことをしっかり見ろよ、やってやるぜ。おい、俺のことを見ろ、小島さとし剣山。そしていよいよこの男が王道マットにやってくる。さあ、この日のこと、この日のこと、一体誰が夢見たことか。外国文化が海を渡ってこの日本に入り、一体どのくらい時が経ったのか。日本にアメリカからプロレスを導入したのはあの力道山、シャープ兄弟を皮切りに、さまざまな外国人レスラーが日本マットに登場し、ファンのハートをつかんできた。時は21世紀、2002年夏、日本のプロレスファンが来日を心から待望していたアメリカのビッグレスラーが太平洋を渡り、今大きな大きな足音を立たせながら向かってきた先は、燦然と輝く八角形の王道天守閣、日本武道館。敵を破った時の雄たけびは、まるで獰猛な虎が吠えた時のように轟く。1966年12月27日、寒さ厳しいオクラホマ州タルサに生まれた。幼年時代からプロレスに憧れ、地元のトーマス・エジソン高校ではフットボーラーとして活躍。さあ、やってきた、ビル・ゴールドバーグ・ケンタン。
炎のシャワーを浴びてやってきたビル・ゴールドバーグ。何か昨年崩壊したあの WCW がそのまま王道真っ当にやってきた。さあやってきたぞ。しっかりとプロレスファンはこの時を目に焼き付けるがいい。そして定番でおなじみの石井勝義館長も見守っています。さらには今日、先日28日国立競技場で行われたダイナマイトではノゲイラと対戦したボブサップ、さらにはサブフレコなどこの武道館にやってきています。さあまだ見ぬ強豪ビル・ゴールドバーグ。ビル・ゴールドバーグ、お前のことを見たかったぜビル・ゴールドバーグ。さあ早速この一戦を日本武道館から実況生中継でお伝えをしてまいります。60分一本勝負、解説は歩くプロレス42年史は菊池隆さん、そして週刊ゴングでおなじみ熱血記者大佐野陰さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。実況は私松崎敏夫でお送りしてまいります。今ゴングなりました。さあ WCW では数々の強豪を撃破してまいりました。98年7月6日アトランタのジョージアドームで当時の WCW 世界ヘビー級チャンピオンのアレク・ホーガンを破り堂々たる勝利となりました。当時の WCW の主力選手でありましたシッド・ビシャスやスティングもこの男には歯が立ちませんでした。ゴールドバーグ、さあ今日はこの試合、聖堂会館の石井勝義館長、そしてボブサップ、サムクレコンなどがじっとこの王道マットを見つめています。日本にこのゴールドバーグを招聘したのは武藤圭司プロデューサー。さあ組み合うか小島聡。試合前この小島聡にインタビューをしたんですが、今日はただやるだけですと、最後の実況で僕の試合を伝えてくださいとそう語っておりました。この男小島聡、そしてゴールドバーグ192センチ115キロ。かつて私はよそのテレビ局ではありますが WCW ワールドワイド、さらには WCW サンダーという番組を司会実況いたしておりました。その時にこのゴールドバーグの試合デビュー戦から実況したわけでありますけれども、まさかこの王道マットで実況するとは夢にも思いませんでした。菊さん、はい、すごいシーンが今我々が見られてるんですね。ですね、はい、歴史的な一瞬ですよね、はい。まあ、超大物の初来日、これだけ若く来たのはロードウォリアーズ以来17年ぶりです。そうですね、大沢さんどうでしょう。あのね、ゴールドバーグのね、体の筋肉がね、はい、なんかね、人間じゃないみたいなね、はい、なんていうんですかね、ビッグザブルーザーみたいな感じ、ただのゴツゴツでもないですね、はい、格闘技に向けた筋肉、なんかしなやかで、強靭な筋肉っていうんですかね、はい、ボディビルで作っただけの筋肉じゃなくて格闘技用の筋肉ですよ ね、 そうですね、はい、昔のビッグザブルーザーがやっぱり肩の格好してたんですよね。なるほど、このゴールドバーグ192センチ115キロと発表されております。打ち上げた、さあゴールドバーグ膝を狙っていった、小島苦しいぞ、早くも崖っぷちか。それをゴールドバーグが上から吸収、これも得意の入り方ですよね、ぐるっと回転してね、スピアーからジャックハマーが得意技ゴールドバーグ、サード膝を狙ってまいりました。小島さとし苦しいか、小島苦しいぞ、懸命にエスケープ成功。さあゴールドバーグ、アメリカのマットでは秒殺だったんですが、じっくりと試合を展開、ボディを蹴りましたゴールドバーグ。ストレッチバスター狙ってくるか、担ぎ上げてきたゴールドバーグが思いっきり落としました。さあそのゴールドバーグのファイト、テレビをご覧のあなたのハートにドキュンズキュンとくる試合をお伝えしています。大佐野さん、はい、あの98年の7月6日、ジョージアドームでホーガン破りましたが、そうですよね、素晴らしいネットでした。そうですね、あの時もまだデビュー1年からでしたよね、はい。
リカンプロレスファンの皆さんはどうぞ立ち上がって画面を見入ってください。出るか、これが怖い。ゴールドバーグ、キャンバスの中央でジャックハマーを決めるか。いやダメ、出た、抑えて、左を越えて、ゴールドバーグ小島を撃破。本人は2分ぐらいでやっつけると言っていましたが、タイムはどうか。そしてその表情、石井勝義館長はご覧の表情。高木選手、ゴールドバーグ5番継承、小島さんの血をぶっ倒しました。さあ、ウィニングテーマが流れています。石井勝義館長が何を思っているのか。そしてゴールドバーグ、さあリプレイしましょう。福士さん、ご覧になってどうですか。早いですね、はい、この体でよくあれだけスピーディーに決めますよね、はい、さあそして長野さん、はい、明日の対戦相手が太陽ケアということなんですが、はい、そうですね、はい、まずね、今日の小島くんなんですがね、はい、悔しいのは負けただけじゃなくて、はい、スピアーも食ってない、ジャックハマーも食わないで負けたっていうのはね、そうですよね、小島はたまらなくね悔しいと思いますよ。何のラリアットも出せなかったしな、ね、タイムは4分2秒ということなんですが、どうもありがとうございます。素晴らしい試合でした。初めてと、これからいろいろある中の第1試合目です。これが初の日本マット、感触はどうですか。2年半ぶりの初めてのリングでしたので、とても奇妙な感じがしました。 It's the heart of a lion. ライオンの心を持っている男だと思います。 But he was in the wrong place and the wrong time. でも彼はここにいたことは間違いなかったです。And he cut my fucking lip. I'm gonna kill him next time. 次回はもう殺してやると思います。今後全日本マットに上がる予定はあるんでしょうか。 Are you going to be on the All Japan ring? All Japan wrestling for this group? Oh, this is my home right now, yes. 今ここは自分のホーム、家庭、家だと思ってます。じゃあ今後もあると考えてもよろしいですか。 So can we expect you to be on that ring again?、Yeah? Oh yes, absolutely. もちろん、当然です。君はもう本当に最後に、まあ日本のファンに改めてなんかメッセージを。You have a comment, a message to Japanese fans now after the first fight. I'm honored. とても光栄です。Thank you. Thank you very much. My pleasure. Thank you. 海南の力がねすごい強くて。やっぱりね、もう全ての迫力っていうか、もう説得力が一個一個あったので、すごいハードだったんですけどね、やっぱ俺そのプロレスの中での秒殺っていうのが好きじゃないので、それをなんとかね阻止しようと思ったんだけど、やっぱりそれができなかったっていうのはまだ自分に未熟な部分があったと思うし、これからね、彼もそうだけど武藤さんと天竜さんと、そして復帰する川田俊明、川田さん、みんな、そのみんなを目標にしてね、その3人プラスゴールドバーグっていうまた新しい目標っていうのを頭に入れて、これから全日本プロレスやっていきたいと思います。本当今日の試合、本当にかませ犬って言われてもしょうがないぐらいのやられ方だったので、逆にもうここまで落ちてからね這い上がるかませ犬からの大逆襲というのをみんなに見てもらいたいなと思います。はい、ありがとうございました。プロレスラーは神経を集中させ、控え室の扉を開けた時、相手を倒すか倒されるか、命を懸けて真剣勝負の戦場、リングへと向かう。今日も両の手のひらに真っ赤な血潮が流れる。東の空から昇った男、それがみんな
なの太陽、真っ赤な太陽、太陽ケアがこの男の花道をやってきた。昨日のセカンドバトルでは武藤に惜敗、しかし内容は武藤と五分五分の戦いでありました。ケアは今日控え室で語りました。こんなビッグなチャンスをもらえてとても嬉しい。ビッグスターに正々堂々挑み、ファンが喜んでくれる試合を見せるよと語りました。さあ太陽ケア登場、そして目前に立ちはだかる敵、まもなく入ってまいります。さあどうぞファンの皆さん、その目をカッと見開きましょう。瞬く頃、大きく敵に立ち向かう、まるで野生の猛獣のような男が勇ましく相手に今宵も襲いかかる。今日がビル・ゴールドバーグ、敵を前にして猛然と襲いかかる姿は脅威。アメリカのプロレスファンを魅了したハードパワーレスリングが王道マットで冴える。質、実、剛、変、全てを兼ね備えた男ゴールドバーグ、今夜も王道マットにその勇姿を表す。1966年12月17日、寒さ厳しいオクラホマ州、春さに生まれた。さあ破壊戦士が炎のシャワーを浴びて闘志に火をつける瞬間がやってきた。破壊戦士ゴールドバーグはこの俺様だ。早くも目前に立ちはだかった獲物を開いてやってくるゴールドバーグ。89年ロサンゼルスラムドラフト指名、90年には WFL のサクラメントサージから NFL アトランタファルコンズに入門し、3年間プレーし28歳フットボール界から引退。さあプロレス界に転じてきたゴールドバーグ、太陽ケア、太陽ケア、ビル・ゴールドバーグ、赤い戦士が今日になるゴールドバーグ、アメリカンプロレスにふさわしいレフリー、ホーリー山口がこの一戦をさばきます。60分一本勝負、太陽ケア対ビル・ゴールドバーグの一戦を早速実況でお伝えをしてまいります。生中継です。さあ放送席解説は歩くプロレス42年生菊池隆さん、そして週刊ゴング大佐野武さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。実況私松崎俊夫でこの一戦をバイオレンスにお送りしてまいります。ゴールドバーグ、さあ福士さん、はい、昨日よりも今日は短い時間内で勝負をすると話しておりましたが、はい、ケアになんとかしてそれを阻止してほしいですよね。はい、大佐野さん、はい、そのあたりのコメントはどう感じになられますか。そうですね、まあそれだけ自信たっぷりなんでしょうが、はい、そこをねやっぱりなんとかねケアに突き破ってほしいですよね。はい、さあゴールドバーグ、何かここは太陽ケアをいざなってこようというんでしょうか。迂闊には飛び込み体勢作りません、太陽ケアであります。組んでから、さあ今度はニュートラルコーナー、思いっきり押し込んでまいりましたゴールドバーグ。
兄がリック・フレアの知人で WCW の虎の穴と言われた道場パワープラントに入門し、97年9月22日ソルトレイクシティでのヒューモラス戦でデビューを飾りました。得意技はジャックハマーで激勝、以後無敗の連勝街道をひた走り、ついには98年7月6日アトランタのジョージアドームで当時の WCW 世界ヘビー級チャンピオンのハルク・ホーガンを破り、堂々たる勝利を飾りました。当時の主力選手でありましたシッド・ビシャス・スティングもこの男には全く歯が立たなかったということです。発殺自在の攻め、さあこちら太陽系はどうするか、飛んでこいよ、これが受け止めてやる、さあ来いよという体勢作ってゴールドバーグ、肩口から当たってくる192cm 115kg ゴールドバーグ、ならばお前が飛べよという太陽系、至近距離からいったゴールドバーグ、さあエプロンからリングした、アメリカンプロレスを代表する選手といっても過言ではありません、このビル・ゴールドバーグ。昨年崩壊したあの WCW を後半支えてまいりましたのはこの男ゴールドバーグといっても過言ではありません。大坂さん、まあ、昨年のですね、残念ながら春には WCW 崩壊しました、はいはい、しかし崩壊寸前まではこのゴールドバーグいろいろとですね、激闘を展開してまいりましたけれども、そうですね、そのゴールドバーグ、そして太陽ケアリングの中央でもって回り込んでこようという体勢を作っています。スライディングしてバックに回りました、太陽ケア、さあ投げるんでありましょうか、ベースケープゴールドバーグ、昨日と違う入り方ですよね、うん、そうですよね、はい、ベースさん、はい、やっぱりゴールドバーグ見せますね、技の仕方のタイミングも絶妙なことね、出実豪健このゴールドバーグ、ローブに振っておいて折り受けりました、至近距離から来るこの体勢からゴールドバーグ、ストレッチマスターか、抱え上げていって思いっきり投げた、そうですね、叩きつけるのではなくて今日は後方にね、うん、投げましたよね、ゴールドバーグ、昨日の対戦を終えた後に俺のふるさとはこの王道マットだと語りました。おそらく今日の対戦を終えましてからもまだまだこのブルーの大海原をその両の足で登場することは間違いありません、ゴールドバーグ手を掲げた、昨日は変形ネックブリーカーで小島サボスを破りました、そしてバッキングだ、読まれてますね、完全に読んだゴールドバーグ、さあ来いよという感じで作っています、打撃戦の構えですね、そうですね、ゴールドバーグ来いよという感じで作っています、わざと脇腹を開けた、そして朝廷から朝廷からスラムに来ましたが、ね、蹴りをキャッチしてね、そのままね、はい、叩きつけるっていうのがあるんですが、はい、さらに上に変えられて叩きつけるって初めて見ましたね、はい、まあ、チョークスラムではないんですけれども、これはもうオートバックスラムというそんな感じがしますね、グッサン、しかもね、本的にガッチリケアの足を絡めてたんでしょ、はい、あれ動けないですよね、全然では非常にオーソドックスです、いいよ、これがまだ死んでいなかった WCW 魂、あー綺麗に叩きつけてますね、昨年消滅したあの WCW はまだまだ死んではいませんでした、まあ、このフォールの仕方ですよね、足をがっちり絡めたら返せないですね、はい、さあタイムはまああれはあの足を取ってパワーボム、パワーボムではないと思いますけどもね、3分56秒です、ホールしましてゴールドバーグ太陽系を破りました、足抱え式のパワーボムということなんですけど、大坂さん、まあ形としてはね、まあ、パワーボムと言えなくもないですけどもね、あの片足からね、はい、担いでっていうのね、あのボムとかいろいろありますからね、はい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 、いやー、それにしてもこれで日本での2戦は激勝を飾りましたけれども、菊池さん、今後はどうなると思われますか、はい、
合わせて10分足らずですからね、はい、もう一度見たかったんですけど、やっぱりすごいですね、見れば納得しちゃいますね、短くても。さあ、長野さん、はい、天竜、そして武藤とぶつかった太陽系を難なく破ったゴールドバーグ。そうですね、とにかくね、彼の力をね、 100% のものを見てみたいですよね、はい、さあ、放送席の目の前、太陽系や、私の目の前です。今日はゴールドバーグに真っ向から挑んでいったわけでありますけれども、今セコンドに肩を借りての敗戦退場ということになりました。後ほどゴールドバーグのインタビューを皆様にお伝えできるかと思われますけれども、村田アナウンサーが言ってくれております。ゴールドバーグ選手です、はい、ゴールドバーグ選手です。ゴールドバーグ選手、今日もジャックハマーもスピアも出しませんでしたが、どういったことでしょうか。Why didn't you do the jackhammer today? I didn't need it, did I? 今日は必要なかったと思いますけど。必要なかった。Good thing comes to those who wait. 待っている人にとってはいいことが後に起こります。Plus, I only do what Dragon tells me to do. ドラゴンが言え、やれということは私はやってるんです。It's an honor to be here with him. 彼とここにいられてとても光栄です。Good friend of mine. とても長い間あの友情があります。彼のカムバックにもあの希望を持っています。じゃあちょっとここでウルティモドラゴンさんにちょっとお話聞きたいんですが、どうでしたか今日のゴールドバーグの試合の方は。いや、もうあの2年半のブランク感じさせない、もう素晴らしい、まあ WCW で見てましたけど、はい、もう本当素晴らしい一言ですね。本当に彼が今言ったようにもうジャックハマー もうスピアも何も出す必要ないぐらいの、もうその完全な実力の差ですよね、はい。今日も早い時間で終わりました。 It was a quick fight tonight. I'm not hereTo be in the ring for long. 長い間リングに登っている必要はないと思ってます。I do my job and leave. やるべき仕事をして去るだけです。No wasted movement. 無駄な動きはしません。じゃあ次の対戦相手、誰を希望いたしますか。Who's going to be next? Whoever wants to be. 誰でも対戦します。Whoever gets in my way is next. 自分の目の前を横切るような男には挑戦します。それでは、日本のファンに何か一言があればお願いします。The message to Japanese fan. To Japanese fan. Wait till I come back. 戻るまで待っててください。You haven't seen anything yet. まだまだこれから見せるものはたくさんあります。When I heal up, I'll bring the real Goldberg back to Japan. 傷が治り次第、もう自分のすべてをぶつけて日本にやってきます。はい、というわけでこの試合はビル・ゴールドバーグ選手の2連勝で幕を閉じました。今回ね、結構煽り V が長かったかと思いますけども、それだけこのビル・ゴールドバーグという選手に対する期待感、これがね一番高かったということのね証拠だと思います。あれほどのスーパースターをね迎えると、さすがの小島聡、そして太陽ケアでもなんかちょっとこう緊張の色が隠せないというかですね、まあそれはそうだと思いますよ。一挙手一投足全部がねもうフィニッシュホールドといっても過言ではないぐらいの凶暴性、そして説得力、威圧感、これぞプロレスラーというかですね、もうザ・アメリカンと、プロレスの奥深さというか、まあ、楽しさ、面白さ、神髄をね、ほんと見せつけられたような一戦だったかと思います。唯一残念だったのは、ジャックハマーが、両日とも出なかったというところですね。やっぱ、まあ、ゴールドバーグ選手というと、やっぱジャックハマーがね、代名詞だったかと思いますので、それすら必要ないと、実力差を示したという形になってしまいました。ちなみに、最後出てきましたウルティモドラゴン選手とは、1997年98年頃ですかね、ゴールドバーグ選手がデビューした WCW で一緒だったというところで、この2人の交友関係があったというところから、最後の7会見場にね2人で並んで喋っていたというところかと思います。はい、そして来週はこちらの試合になります。2009年9月26日横浜文化体育館で行われた長州力曽山学組対西村治真田誠也組の一戦です。このバトルライブラリーシリーズで初めて長州力選手の試合をご紹介したいと思います。そしてこの長州力というと対西村治、この新日本プロレスの時にできましたこの因縁がこの全日本プロレスで再現されるというところとですね、西村治と曽山学という2人はもともと無我という団体でね苦楽を共にした仲だったはずなんですが、まあいろいろないざこざがあって今この対角戦に向かうということでですね、西村治選手からしたらこの対角戦の2人が2人とも憎いという一戦となります。ぜひ来週まで楽しみにお待ちいただければと思います。それではまた次週お会いしましょう。さよなら。